ミスターまゆめさん、メッセージありがとうございます。今ご覧いただいているのがマスターマインド TV というね、私のライブ放送、人気番組ユーストリーム放送だったんですけども、こちらの方がですね2016年ぐらいから始めて、1年半だったか半年ぐらいかな、ちょっと期間忘れちゃいました、すみません。毎回、60分から長い時には120分の枠でお届けしていた、毎週そうですね、これやってましたね。でこの頃っていうのは私隠居を始めたばかりで2017年だったんですけども、隠居しながら最後のコンテンツ、速稼塾ファイナルっていうのを販売しました。販売価格が69万だったんですけども、ありがたいことにね6名の方がご購入いただきました。でこのマスターマインド TV の中には、私がね速稼塾を始めるちょっと前の麻雀店のエピソードから入ってるんですよね。そしてどのようにお金を稼いでいったのかとかね、どのようにやるべきなのかってことをお話しております。で読者様からの Q&A とか、あのライブで質問も来ましたんで、それに答えながら話しているところもあります。まあね、ミスターめめさん、これにねすごいの内容だと思えるのがすごいです。これはね非常にいい内容だと思います。私が渾身の力を込めた、おそらくこのぐらいのエネルギーでやったライブってのはもうね後にも先にもないかなと思うんですよ。680人ぐらいの方が同時視聴してくださって、でそれを後で、なんですかね、YouTube に落として、それを速稼塾ファイナルのコンテンツとして提供した覚えがありますね。でここでね、今回私が言いたいことは何かというと2つあるんですよ。1つはね、 YouTube の影響力がすごいですよってことなんですよ。今更何言ってんだってことになりますけども、十分お分かりいただけたと思うんですけども、例えばミスターまゆみさんも有名 YouTuber さんに会ったのはご自身が YouTube をやっているっていう強い意識があったからだと思うんですよね。じゃなかったら YouTube の有名な人がいるって言ってもそれに気づかないか、気づいてても会いに行こうと思わなかったかもしれません。やっぱりミスターまゆみさんが YouTube でいつもね、苦労しながらとかね、工夫しながらとか楽しみながらやってるから、YouTuber さんの有名な方っていうのがどのぐらいすごいのかってことが分かったと思うんですよ。そういうふうにね、価値を感じれる力量がないと価値が分からないっていう問題があります。それが一つですね。でもう一つはですね、 YouTube ってのが積み重ね型、ストック型コンテンツだってことなんですよ。要するに私はですね、この動画っていうのは3年前のものなんですよ。3年前のものがミスターまゆみさんが今この2019年で見れてるんですよね。だからストック型コンテンツのこのパワーっていうのは数年前のものでも今日の出来事として見れるってことなんですよね。ですんで、ね、本当に動画がこういうふうに私たちがね自由に動画が作れるってことっていうのはむちゃくちゃ力のある資産を手に入れたということなんですよ。もうこれ使わない手はないですよね。でミスターまゆみさん、今週作った動画が再生数が10でもこれ10で終わりじゃないんですよね。いつこれが100になるのか1000になるのか本当に未知数なんですよ。その未知数の可能性を持ったものを私たちは毎日量産しているってことなんですよ。YouTube の動画上げてどうですかね。再生数30だったものがしばらく見ないうちに20になったってことありますかね。考えられないですよね。上がることはあっても下がることがないんですよ。じゃあそういう動画をたくさん作っていったら、1万動画作った時にそれぞれの再生数が1上がりましたって言ったら1万再生が2万再生になるってことなんですよ。それぞれの再生数が10上がりましたって言ったら10万再生になるってことなんですよね。これが起きるから YouTube ってのはすごいんですよね。ブログとかねサイトではなかなかこうはいきません。そもそも検索にかかりやすいのは YouTube なんですよね。で YouTube で調べようという意識もどんどん高まっています。文字を読むよりも聞く見るっていうの方が私たちは簡単なんですよ。ですんでテレビっていうのがある時期一発で普及したんですよね。今はテレビの代わりにテレビから似たようなムービーが見れますよね。だからここに私たちはどんなチャンネルを作ろうかというね創作意欲を燃やしていけるんだと思うんですよ。さあそれではですね、ミスターまゆみさんの今回の動画ね、ありがとうございました。ダイエットも凡事徹底、その通りでございます。凡事徹底っていうのは1日目に始めたことを1万日目もやっているってことなんですよね。これをちょっと今日はね一つ心に留めておいていただきたいと思います。凡事徹底とは今日やったことを1万日目にもやっている。凡事徹底とは今日やっていることを1万日前からやっているってことですかね。1万っていうのはすごく恐ろしい数字だと思いますけど、とりあえず1000とかね
100っていうものから始めてみたいと思いますね。今日やってることっていうのは100日前から始めていることだったのかなって考えた時に、まあ凡事徹底の一部かなと思いますし、今日始めたことを100日目もやっているってものでしたら、それも凡事徹底の一部なのかなというところでございますね。本日は以上です。またマスターマインド TV 見てくださいね。